ただいま帰りました。無事ね、はい、日本に帰ってくることができました。素晴らしい、素晴らしいことよ、これは。本当に私たちが何のハプニングもなく帰ってくれたのは奇跡です。ほんまに徹底して管理してたもんな、リコ、財布とかな。リコ、編集ちょっとしてんやんか。韓国の韓国の編集ちょっとしてんけど、うんうん、もうリコずっと財布はカバンに入れないとだからね。言ってたな。だって俺それで気緩んで、うん、日本帰ってきて一発目に財布なくしたもんな、俺。ほんまに帰ってきた瞬間なくしたから、もう、もうほら、ほらなと思って。こうやった怖っ。もう、顔がさ、よだれ垂れてるやつのさ、もう、くってよだれ垂れてるやつの顔してんね。楽しかったね。楽しかった。韓国、ほんまに。良かったよな、4日前の時。良かった、足りへんかった、全然。買い物もマジで、ちょっとは最後できたけどさ、ほんまに、時間なさすぎて、飛行機乗れるか乗れへんかくらいのさ、ほんまやに、ギリギリまで買い物してたよな。まあ、それをね、今回、紹介していきましょうか。しようか。買ったものを。なんか、今回の韓国旅行、化粧品とか、あんまり買ってなくて、なんでかっていうと、最近私あんまり興味ないんですよ、化粧品に。言ってんだな。そうそうそう、うん、なんかスキンケアとかもどっちかって言ったら、まあ、クリニックに行ってお肌見てもらうとか、お家ではなんか自分が気に入ったものを丁寧に肌の調子見ながらやるっていう形をしてるから、なんか新しいものとか全然知らんくて参考になるかちょっと分かんないんですけど、一応買ったもの、はい、紹介しますね。まずなんかこのパック買いました。これはなんで買ったかっていうと、お店の中にいた日本の方がこれ9点より安いって言ってたから言ってたね。そう、安いって言って、あ、じゃあ香りこうで、パックもう一つお土産ですね。これはこれもなんか多分日本より安いって言ってたから買いました。大事やからな、そういう意見をな、聞くの。あ、これ、ほんでこれはなんか欲しいなって思ってたパックが売ってたから、安かったのかどうかはちょっとわかんないんですけど買いました。だから結局な、その9点より高かったとしても、買わへんねん、あんまネット、めんどくさいやん、ネットで買うの。いや、ほんまにな。だからもうその目の前にあったら、ちょっとだけくらいやったらもう買っちゃおうっていうので買いましたね。で、これ、もうね、これは私ずっと使ってるんですけど、めちゃくちゃいいギニスフリーのレチノール。全然なんかレチノールやけど毎日使えるし、肌もツルンってしてくる感じがあって、もう必需品ですね、これは。これもなんかミストの化粧水、これ多分一昔前に流行ったミストの化粧水やから、今ちょっとどうなんか分からんけど、安かったから買いました。なんかお家おる時とか冬バーってできるからいいなと思って、これもお土産買いました。はい、でこれですね。これは、これもね、欲しかったんですよ、私。なんかちょっと誰か忘れたんですけど、めっちゃ肌綺麗、モデルさんか、YouTuber さんか、女優さんが言ってて。可愛いよな、誰か言ってた。ちょっと誰か忘れちゃったんだけど、これ使ってみたいなって思ったから、買いました。安かったです、これは。いや、どうかな。あ、安かった、これ、多分。これも、これもめっちゃ安かった。安かった。このイニスフリーのレチノールも安かったから買ってん。うん、で、これ。これはツイッターでバズっとって、めちゃめちゃ髪すぎやろ、そう、サラサラになるっていうトリートメントで、これ使ってみてんけどめっちゃ良かった、ほんまに。香りもめっちゃいい香りやし、一本お母さんにあげたんですけど、これほんまにめっちゃ良かったからおすすめで、これハーサッチャ、あ、出た出ためちゃめちゃこべこやん。これはあの俺が愛してやまないニキビパッチですね。はい、で、これはいつもと違うやつ買ってみてんけど、うん、あの俺がまた愛してやまないメンソレータムが出してるということで、間違いないでしょうということで買いました。言ってそう。知らんけど。分からんけどな。まあいいやん、そうそう、買ってみよう。で、あ、これはカラコンですね。うわ、すごい。そう、今回カラコン結構買った。あの、欲しいやつがでもなかったんけど、けど行ってなんか良さそうやったやつを3個かな、買いました。これ、あれ、はい、3個買いました。え、これって何、1日1回？いや、なんかワンデーじゃなくて、1年かな。1年？え、多分1年やった気がする。え、1年使えるってこと？これ。え、多分。やば。え、分からんけど。
なんかそんなんやった気するけど、それわからんのやばいやろ。1日やるのに1年つけてたらやばいって。こんな感じですね、美容品は、はい、結構ありましたね。結構あるな、なんかあんま買ってないとか言って。いつもそうやから。けどこれはリコの中でほんま全然買ってない。今までの韓国旅行マジでキャリーいっぱいになるんちゃうかってくらい買ってない。そうなんや、安かってんな昔ほんまに。変わったんやろな、いろいろな。うん、変わったんやと思う。やっぱ9点も強いんやろ多分。いいもんを変えたってことやな。じゃあ変えた、ほんまに欲しいもんだけ変えました、うん。まあ、また行けるしな。え、そう、そうやね、うん。え、次これもリコ紹介しとく。あ、これめっちゃめちゃめちゃ使える。ここはもう使ってたもんな、めっちゃ。そう、ママにもあげたんですけど、めっちゃいい、これ。これ、お母さんのや。めちゃくちゃ使ってた。これ、お母さんのやった。ええやん、もうそのまま渡したらええ。これ、もう一個、うん、でっかいサイズを私とお母さんが持ってて、お母さんちょっと、私たちより短いから、でっかかったら使いにくいかなと思って、ちょっとちっちゃめサイズの、ふわふわちゃん、お家で髪まとめたりするときに使えるかなと思って、買いました。ミョンドン、ミョンドンやな、これ。ミョンドンやな、これは。ミョンドンで買いました。そう、これもミョンドンで、スカート、ミニスカート、こんな感じのショーパン試着したら可愛かってんな、これマジでさ、似合うね、リコこれ。これはあの、韓国のリコの服装、うん、可愛かった、最高やったよ、ドタイプ。いや、ほんまにあの、寒すぎたら、うん、もちろん長いの履いたいと思うけど、うん、基本あれで落としてほしい。15か。やっとあげるじゃん。韓国購入品紹介取ろうやって言ってたから、うん、タグもまだ取ってなくて、これあの自分でカスタマイズできる、うん、なんか帽子とか T シャツとかにやつなんですけど、うん、ネイキのカンナム店、うん、カンナム店ね、で私たちはして、このバッテン韓国語めっちゃ可愛くないですか。これは絶対つけたくて、そのネイキのカンナム店に、そう、ないねんな、そこのカンナム店にしか行きました。わざわざ行ったもんな。そう、でなんかちょっと遊び心がある帽子というか、なんか普段かぶるっていうよりもジムの時かぶったりするかなって思ったから、ちょっと気合い入れてつけました。俺はこれの T シャツバージョンやな、うん、黒で可愛いよな、これ可愛い。ここにちょっと絶対ここでもよかったよな。せやねん、俺ミスってつけて、ここちょっと気合入ってる、気合入ってんねん。なんかこことか、なんか袖のところとかになしたらもっと可愛かったかなと、うん、ちょっと着てみる。これ L でよかったわ、うん、L でな、うん、M やったらやばかったかも。ちっちゃかった、絶対。どう、いい感じ。うん、こんな感じですね、可愛い。このかぶろじゃ、あ、いいわ。どうしも似合うな。こんな感じです。好きね。かわいい。世界に一つだけやもんな、これはもう。そう、これほんま楽しかった、まず作んのが。作んの楽しいな。そう、もうほんでこのナイキのさ、この韓国語のやつがもう絶対欲しかったよね、こう。いいね、じゃあ次。はい、あ、ギリギリで買ったやつが。こいつらですね。ドーン。でかすぎ。あ、ふっこ、え、あ、そうか、あ、はっ、実家に帽子忘れた。まあいいか、写真や、写真、うん、あ、写真で入れときます。ハットハットみたいな、なんか帽子買ったんですけど、うん、忘れちゃった、実家に。あれマジでもう帰ってきてからずっとかぶってんじゃん。あれほんまに大好きで、今回買ったものをもう一番気にしてずっと使ってるから、ちょっと写真で載せます。はい、これたっちゃん、あ、これ俺も買ったやつや。今日マジで可愛くない？可愛い、色がめっちゃいい。そう、わかるかな、この色味。黒とグレーの間みたいな。ほんで何が可愛いって、この後ろのワッペンとここに MLB って書いてんねんけど、可愛い。そう、これがめっちゃ可愛くて。あ、いいね、可愛い、これ愛用していきます。で、え、何ですか。はい、行きましょうか。じゃあこれ、これエピソードだっけ。今回はミョンドンの、うん、ロッテ免税店、あ、そう、ロッテ免税店の中に入ってる MLB で一回行った時に見て、うん、でもまあもういっかって、違うとこ行くし、そこであったら買うわみたいな感じで違う MLB がなくて、そこにで、そこに行った時点で飛行機の時間結構やばかったんですけど、予定よりな、プレゼントなんだけど、なんかもうそこ行った瞬間にこの子たちがもうどうしても欲しいってなって、急にあるやな、それだと思う。で、もう私でロッテ免税店の MLB 戻って、マジで韓国貸したよ、貸した、マジで最後に終わると思ったけど貸して買えたやつ。はい、行きましょう。怖い、これほんまに。こうやって着るやつ、ちょっと短いんですよ、上が。すごい。それこそオフの日とか、うん、なんか飛行機乗るときとか、うん、長時間移動あるときとかに着ようと思って、うん、え、ちょっと着てみていい？いや、もう着てみよ、それ。え、着てみよう。え、これ映ってない？パンティ。うん、映ってない、俺しか見えてない。キャー、長さ大丈夫？ぴったり、見て、完璧よ。
で、しかもこれで靴履いたらめっちゃちょうどよくない？あれも紹介しないと後でうわイエーイめっちゃええやん。足がな、めっちゃちょうどやねん、こんな感じで。めっちゃいい、めっちゃいいね。かわいい。ここにピンクのマークがあって、でこれフードのな、これもめっちゃ可愛いね、ここのマーク、めっちゃ可愛い、後ろから見たら欲しくてさ、見た瞬間、うん、もう嬉しい、これ走ってよかったな、うん、え、それでアンモス買うねん、こうやって。そやな、完璧やな。じゃあ俺もじゃあメイン紹介していい？どうか皆さんやったりましたストーリーにあげてたまあこれもちょっとエピソードがあって、もともとリコと別行動して買おうとしてたんですけど、優柔不断なもんで一回諦めて、その時に L サイズがあったんやけど、リコと一緒に借りたら L サイズなくてやばいってなって XL か M で何回迷った結果 XL にしてんな。 M サイズやったらちょっとちっちゃかったし、中にニットとかでも着れたらさ、ピチピチなんでな、そう、結構なんかこういう感じになっちゃうんだけど、これは可愛かった、ちょっと大きいんだけど、あーいい、やっぱいいわ、そのサイズで絶対いい。うん、フードなしいいな、やっぱ、うん、フードなしめっちゃ欲しかったん、ずっと誇り待った多分え、いいやん、かわいい。え、これほんま似合ってる、あたっちゃん、いいやんな、うん、え、あたっちゃん似合ってるやっぱりさ、嬉しいな、あのフードなしの方が似合う、似合う、うん、嬉しい、そう、こんな感じ。ちょっと寒いかもしらんけどさ、でも絶対寒くないな、これ寒くないよ、これめっちゃぬくいで、ここにマークがある、うん、かわいい、ここにマークがあります。なんかまた近々ラスベガス行く予定があって、はい、もうめちゃめちゃ楽しい、もうこのさらって言えないくらい楽しみなんですけど、はい、そう、もうラスベガスで会ったら買おう、もういい買い物できたな、もうこれ買えただけで最高やん、そうやね、もうほんまに完璧。リコあれやん、あ、そうや、そうや、最後これもエピソードあるんですけど、はい、これはね、実は韓国で買ったものじゃないんですけど、うんうん、ずーっと韓国でね、この靴を探してて、けどどこにもなくて、うん、もう泣く泣く日本に帰ってきたんですよ。そんなら、なんかたっちゃんがあまりにもリコが悲しそうやったから、ネットでいっぱい探してくれて、韓国よりめっちゃ安くの値段で、いや、ほんまにセールとか言ってて、もう3、4000円安い、そうそうそう、うん、安くの値段であって、ニューバランスの5000-4 何回も聞いたもんなこの5000-4を買いましたほんま人気やねんな。そう、なんかベージュが多分めっちゃ人気なんかな、うん、なんですけど、私は履いた感じグレーがめっちゃ可愛くて、うん、でタッチャーもグレーのバランス、うん、持ってんねんな、そう持ってて、あれもめっちゃ可愛いからお揃い、うん、でいいなと思って、うん、めちゃくちゃ歩きやすい、歩きやすいプラス美脚効果すごい、あ、すごいんや、そう、ちょっと動画載せとくわ私の短い足でもめっちゃ足長く見えるからほんまおすすめです、いいね、え、これとさ、もうこれとかさ、もう最高に可愛くない？完璧やん、見えたな、見えた、アメリカ旅行の行きの飛行機見えました見えたあ、え、これだけ？あ、これも買ったよ、何？え、これも紹介すんのこれあのラスベガス行くから飛行機、そう、長いからな、そうそう、首しないように2人で買ったマジで、あの円安やのにアメリカ行くんやばいよな、ほんまにやばい、マジで破産して帰ってくるかもしれんけど、ほんまにもう海外なんてね、もう私たちほんまに行くの夢やったから、ずっとそうコロナになってからこの機会に私行ってしまおうぜ、うん、ってことで、そう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 、いいわこれ、やっぱなんかこれで、ね、こうやってこう寝るのがめっちゃ楽やの、俺まっすぐ寝るからこれで、うん、どうでもいい、どうでも言ってないなこんな感じですかね、そんな感じやな、いや楽しかったね、楽しかった、またすぐ行きたいね、リコほんまに今年終わってすぐくらいには行きたいなと思う、なあ、でも時差もないし、ほんま行きやすい、いや、ほんま行きやすい、うん、マジですぐ行けたし、なんか入国審査とかもさ、マジ早すぎた、マジで早かった、なんかいろいろ用意していかなあかんものはあるんですけど、それもその時によって変わるからさ、今、まあ、すぐ変わんねん、今、そう、今言っても多分みんなが行くしの時には変わってるかもしれないから、まあ、調べたらすぐ行く、もう全部出てくる、すぐ、めっちゃ早いよな、全部、うん、やっぱり楽しみやんけどアメリカとかやばい、アメリカってやばない、やばいやばい、しかもラスベガス、やばい、カジノするんですよ
なんかいろいろなもうツアーの人が準備してくれてていっぱい相談したりしてやってるんですけど、はい、もう楽しみすぎてもう私あんまり知らんねん。でもそう俺がもうその人たちとやり取りしてもうプランを練っててもうほんまめちゃくちゃいいプラン作ってくれてるからマジでそっちに住んでる人たちやねんな。そう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 リコはもうほんまに楽しむ人ということで。え、森子さ泣くと思う感極まる気するしかも韓国の何倍も長い時間やから動画はもう撮れるかも分かんないけど、うん、楽しくほんまに自分たちの目線を一緒にみんなに見てもらえるような動画になるとは思うんですけど、みんなもなんか一緒にラスベガス旅行行ってるような感じでな。そうそう見てほしいな。みんなもよかったらまた Vlog 続くけど、せやな。そう韓国行ってすぐラスベガスなんで、うん、せっかく今年そういう機会があったから、せやな。もうそれは行くしかない。ないからなそんなほんまに。そう、機会があった時はもう絶対飛びついた方がいいから。そう俺らの経験上だもう乗る。とりあえず波来たら乗る。もう自分の体と大事なものだけはなくさないように、いやメキシコも行くんやメキシコも行くね俺ら。最高のね2022年を締めくくれるような、いやほんまそうしよう、はい、旅にしましょう。よろしく。よろしくまずは自分の身を守れよ。何かあった時は、うん、俺はお前の身守ってるから。え、さっちゃん誰守るのじゃ。俺のことはあの海外保険が守ってくれる心強いわ。そう加入してるから海外保険が守ってくれるから大丈夫じゃあまたそういう動画もね、はい、上がっていくんでお楽しみに待っていただけたらなと思います。ありがとうございます。本当にいつも聞いてくれて、はい、じゃあまた、はい、バイバーイ。Tear